皆さんこんにちは、 PT オプション顧客サポート部のネアンチーです。今回はハイローバンド、ハイローチャンネルとも呼ばれるんですが、ハイローバンドを使っていこうと思います。このハイローバンド3つのポイントあります。まず1つ目なんですけども、ハイローバンド Triangular Moving Average というものを基本的にベースとして使って、なんか計算されているようなのですが、この Triangular Moving Average、日本語でどう検索しても出てこないんですね。皆さん誰か知っている方お願いします。コメント残しといてください。 Triangular Moving Average これだよっていう方、分かる人お願いします。皆さん情報を提供していこうと思うのでお願いいたします。で、次にこの Triangular Moving Average、まあとりあえず置いといて、ハイローバンドどのように計算されているか、あのパッと吸収してちっちゃくした感じで、あの高値ですね、最近 の数値を重視して、高値と安値、この平均を取ってあのこう線が引かれているようです。っていうことはですね、バイナリーオプションみたいに短期取引にはすごい向いているということで、はい、最近の数値を計算して出されるためにすごい向いているみたいです。それが一つ目のポイント。二度目のポイントというのは、あの基本的にですね、このトレンドがはっきりした時にしか使えないんです。トレンドって一体何と思われる方いると思うんですけども、基本的にこうやって相場が上がっているっていうのが分かるときに、これはアップトレンドとなります。なのでくっきりしてるときありますよね、線が引けるような、その時はトレンドが発生してます。これは OK な時です、この手法で。逆にダウントレンドで下がっていってるときは、あの基本的にこれも OK です。はい、ローに購入してきます。で、3つ目なんですけども、皆さん見ている皆さんですよ、 You ですよ、逆張り派じゃないですか。はい、っていうのは、日本人のトレーダーはほとんどが逆張りというのをお聞きします。このテクニカル分析手法はですね、順張りとなります。なのでメンタル鍛えられると思うんですけども、一度試してみてください。はい、で基本的にはですね、ハイのバンド、ハイのバンドを抜けた時にハイで購入、下のバンドを抜けた時にはローに購入というのが基本になります。OK ですか？はい。で、これ結構上級者には使われているので、はい、皆さんもきっとすごいシンプルなのを使えると思います。では実際に取引を行いたいと思います。まずはですね、ちょっと私先ほどからあの原油取引にすごいハマっていまして、ちょっと今取引中のものがあるんですが、これは無視してください、関係ないので、はい、すいません。で、あの一度ですね、テントレードを開きまして、その後オプションデマンドを選択してください。で、次に、そうですね、ドルストレートのものを選んでください。今回ドル円を選びました。で、1分取引をしたいので1分を選択。で、ローソク足のままで結構です。で、1分足で見ていきたいので 1M と選択します。その次に今回のテクニカル分析のハイローバンズですね、上から4番目のものを選択してください。そのままの設定で OK です。はい。で、基本的にあのトレンドを見ていこうと思うのですが、トレンドとは何というところから、はい、トレンドというのはあの基本的にここからここまで見ると下がっていることが分かりますよね。なのでダウントレンドで、こちらこう見るとアップトレンドになりますね。で、今基本的にここにザーッとちょっと線を引きたいと思います。ここにザーッと線を引いてみると、はい、ちょうどちょっと抜けていますよね。なのでダウントレンド、ややダウントレンドに走っているということが分かります。はい、で基本的に私このハイローバンズのみで使うのもいいんですが、先ほど言いましたように、ハイローバンドっていうのはトレンド、そのままトレンドに乗っかるようなあのテクニカル分析となるので、基本的に上のハイバンドですね、のハイバンドにタッチするとそのまま買い、抜けると買い注文でいきます。で、下のローバンドを抜けてしまうとローに購入していきます。なかなか精神的に難しいと思うのですが、はい、ちょっと試してみようと思います。で、水平線というものがあるんですけど、あ、今ちょっとハイに来たので、ちょっと1000円で購入しておきます。で、ちょっと水平線を引いてみようと思うのですが、私基本的に、はい、水平線が大好きです。そもそもその前になぜハイで購入したかというと、この上のハイバンドを超えたのでハイに購入しました。ちょっと私遅れて購入してしまったんですが、基本的にこの辺りでハイに購入することになります。はい、
で下がってきた時ですね、そのために水平線をちょっと引いていきたいのですが、ちょっとこのトレンドラインはちょっと消します。はい、で水平線を引きたいと思います。まずはですね、この水平線、すいません、ちょっとちゃんと使えてないですね。はい、で水平線を引いていきたいのですが、基本的にはよくタッチするなというところに線を引いていきます。はい、なのでここが一つ目の線になりますね。ここよくタッチしますよね。あ、先ほどのトレードが1000円で1800円、はい、勝ちました。でまたちょっと上がってきたので、ちょっともう一度範囲に購入しておきます。はい、で基本的にですね、ここの水平線、はい、よくタッチするんですけど、ここを抜けてしまったら、はい、別のトレンドが発生してこうそのままだらーっと下がっていく可能性があるんですね。なので結構いいと思います。で基本的にこのハイローバンズ、その下のタッチ、ローバンドをタッチして抜けてしまって、まあ、FX とかであれば、次のその線まで、あ、ちょっとそうですね、次の線といったらこのあたりですね。すいません、私ハイローバンズを消してしまいました。はい、なのでこの、線まで続くまではハイローバンズそのままにするとかいうルールがあるんですけども、利益をリグまで、しかしバイナリーオプションも時間で設定されてるので、基本考えなくていいと思います。はい、今回の取引も成功しましたね。はい、1800円となりました。なのでそうですね、基本的にここのバンドを抜けたらハイに購入、下のバンドを抜けるとローに購入ということになります。で次のバンドですね、一度抜け出したら私はまた購入するという方法より、ここのバンドを基準にまたこの辺りに来て、また抜けたらローに購入するという形がベストだと思います。なので上のラインも、はい、ちょっと引いていこうと思います。水平線を次のよくタッチするところといえばこの辺りですね。はい、なので一度ここを抜けたので、ここでハイで購入いいと思います。しかしここにタッチして、もうすぐタッチしそうですね、まずさらにここを超えるようであればハイに購入してもいいと思うんですが、ちょっとここをタッチするとちょっとやや戻ってくることがあるので、はい、基本的にはちょっと様子を待つ、でもうちょっと待ってからまたハイローバンドでこの辺りにタッチして、はい、ちょっと抜け出したらハイに購入するという、はい、方法がいいと思います。何度かね、やっぱりレートっていうのは一度水平線タッチしたらまたちょっと戻ってきてバウンスして下に落ちてくる、今みたいにこうやって落ちてくることがあるので、はい、ちょっと一度タッチしてはちょっと下に落ちてからまたさらに上に上がってきた時に抜け出したらハイに購入という方法が、取引方法がいいと思います。はい、で今ちょうどここの下のラインをタッチしてちょっと抜けそうだったんで、ちょっと戻ってきてるんですけど、またさらに抜けてきたら逆にここでローに購入をしていきます。はい、今上に戻ってきましたね。これを抜け出したらちょっと1000円で購入をします。はい、基本的にこの本当にバンドですね、タッチしたらハイに購入で、一旦戻ってきて次の水平線にタッチして、また一旦戻っ下に落ちてきてからまた抜けたらハイに購入という方法ですね。取引方法がベストだと思います。はい、基本的に本当に多分逆張り日本の、はい、トレーダーさんであると特に逆張りが好きな方で、どうしてもねこういうバンドにタッチしてからまたさらにハイに購入するのとちょっと恐れる方もいると思うんですが、本当に順張りですね、このテクニカル分析は、はい、順張りが合うものです。で特にバイナリーオプションのドルストレートにぴったりなものとなります。はい、で今回の取引も成功しましたね。なのでまだなんですけど、私気が早いんではい、行きましたね。で取引成功して、また1800円利益となって、800円が純利益ですねになりました。はい、なので皆さんぜひ使ってみてください。すごい使いやすいと思うので。はい、皆さんハイローバンドどうでしたでしょうか。
あ、メンタルがもうすごい鍛えられた、僕逆張り派だし、こんな結構なかなか無理だわと思う方もいるかもしれないんですけども、ここだけの話、順張り派の方が若干勝率高いみたいですよ、逆張り派よりも。っていうことはやっぱりその順張り派はどうせなら勝率高い方に入りたいって思わないですか。なので、まあこれはこの手法を使ってきっかけになって、あ、順張りでもいけると思うきっかけになるかもしれないです。ぜひ試してみてください。で、次の手法まで、はい、期待しといてくださいね。また提供していきますので。では、 Happy bidding and see you next time.